日本神奈川県横浜市港北区、津島津島は、神奈川県横浜市港北区の地名。現行行政地名は、津島上町、津島台、津島西一丁目から、津島西六丁目、津島東一丁目から、津島東六丁目。住居表示は津島上町が水宿区域で、他の区域は、実施済み。現在は主に住宅街となっているが、かつては、 首都近郊の温泉街として知られた。津波島横浜市北部に広がる鶴見川砂岩の中石平野に位置し、海抜はおよそ4から5メートルである。東急東横線の津波島駅は津波西一丁目に所在する。津波東3.4丁目と5.6丁目の間には東海道新幹線の高架が通過し、鶴見川が津波東一。 5.6丁目の南東側を流れる。駅の北西側には、平野内に孤立した、標高約30メートルの独立丘陵、綱島台が所在し、上部は一部宅地化されているが、自然林を多く残し、綱島公園、綱島市民の森として整備され、市民の憩いの場となっている。1914年に温泉が出てから昭和50年代前半までは、綱島温泉と呼ばれた。 温泉街である。また、横浜北部随一の商業地区として発展し、全国的に知られたものである、日月島の大三地でもあった。津波台東側の津波新名社がある高台は、桃雲台とも呼ばれ、この桃畑を一面に眺めることができた。しかし、周辺の宅地化などにより温泉施設や桃の栽培農家はごくわずかしか残っていない。このほか。 戦前までは、製氷が盛んであった。津波島とは、州の中の島、中洲、湿地に浮かぶ島、津の島という意味であると言われる。これは、地区が、南側の鶴見川、東側の早ぶ内川に挟まれている地域であること、あるいは、かつて、鶴見川、または早ぶ内川にあった、ある中洲が、津波島と呼ばれていて、それが自然にその周辺地域を指す言葉になった。 ことによるものとされる。また、津波島とは津り島の意であり、かつて、鶴見川が東京湾の奥深い入り江となっていた時代に、現在の津波島台が複数の島となっていた様子から名付けられたとも言われている。なお、新名社と諏訪神社の高台は津波街道の開発によって分断されているが、かつては地続きで一つの丘陵となっていた。 ラジウム冷泉誘出記念碑かつては、車用族の御用達として、また身近な観光地として栄えた、綱島温泉郷も、交通機関の発達等により次第に錆びれ、また、住宅の需要が高まっていたこともあり1990年代までには、そのほとんどが、マンション、商業ビル、駐車場に転換した。綱島駅から約二百メートル東の綱島東一丁目の地下には、 2022年に開通予定の東急、相鉄直通線の駅、新津波島駅が置かれる予定である。2011年に閉鎖された、津島東4丁目のパナソニック津波島事業所の跡地には、次世代都市型スマートシティ事業、津島サスティナブルスマートタウンとして、下記の施設などが建設され、2018年3月に、町開きを行った。明治以降のもの。 南津波島町と北津波島町で共有していた、組名とも言う、2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。